まあ、そんなことはいいですね。先ほどもお約束した通り、今準備する間にですね、はい、枠の恒例大抽選会。インスタをご覧の方は、ご存知だと思うんですけど、今回もですね、私の資材を投入しまして豪華景品、商品を用意しました。受付にね、飾ってあった皆さんね、受付に見てないでしょ、ちゃんと私ディスプレイしてるんでしょ、で、先ほど皆さんに一枚ずつね、配って、皆さん、ドキドキしながら街が当たったんですかね、はい、街が当たったんですね、はい、そうですよ、はい、それでは、4月の企画ね、花は桜木、バンドはサザンということでございまして、これ、見えてる、これ光当たってる、これ大丈夫だな、まずはね、C 賞からね、いつも恒例先取り企画って、今4月なんですけどね、5月の端午の節句、端午の節句といえばということで、こいのぼりと兜かなということで、こいのぼりと兜は用意できなかったんですよ、折り紙を入れまして、このね、折り紙ね、私何十年ぶりに折りましたけど難しいので、折り紙の、その兜の折り方っていうのも、一緒に入れまして、入ってますので折ってくださいね。それよりもいつも寂しいので必ずお菓子を入れる、お菓子でごまかすというね、お菓子が入ってますということで、 C 賞3名さん、はい、B 賞、ね、4月です、ピカピカの街でさん、懐かしもーということでございまして、いくつになってもね、僕ね、いつまでも、うちの母親からも、奥さんからも、あんたたちが汚い、地域だけでじゃない、汚いのね、いろんなとこ汚いんですけれども、そんなことはいいんですが、なのでですね、いくつになっても字がうまくなりたい方にね、お稽古帳、ね、ひらがなとカタカナ、原点に書いてございます、ね、なんかカタカナで、鉛筆ね、2B の鉛筆と鉛筆ケットをつけますので、そのセットでですね、当たったら書いて、しこしこの鉛筆を削って、いいが始まりましたね。もう一度戻ってみましょうね、1年生になった気分で、ね、また当然お菓子もついてる、お菓子で読みます、このあれ、はい、それも3名ですよね、3名、で、A 賞、春田、新生活応援グッズだということでございまして、新しい生活を始めるのに必要なものを揃いましたって、揃ったというのは3つぐらいです、スリッパとタオルとあと、当選のオフィスがありましてね、当選のオフィスでご飯が炊けるというね、で、なおかつチョコレートお菓子もプレゼントというのを、これで私のテストポーズがなくなりまして、でも皆さんの笑顔が見えるのはそれが嬉しいかな、嬉しいかな、頑張って、これは2名様でございますね、2名様、そして特賞、いつでもどれでもお願いだということでございまして、もう桜も散ってしまいましたと、葉桜になっちゃったんですけれども、どんな季節でもできるようにですね、桜の造花とですね、AKF フルセットレジャーシートと、紙皿、紙ボール、プラスチックカップ、ね、あとはチューハイ、お茶、それから焼き鳥のパン、ポテチ、当たり目、以上。新商品、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 
以上、第9戦でございました。